アルマ・マーラー、アルマ・マリア・マーラー・ベルフェル、アルマ・マリア・マーラー・ベルファル、1879年8月31日1964年12月11日は、オーストリアの作曲家、グスタフ・マーラーの妻。結婚前の姓は、シンドラー、シンドラー。自身も作曲を行い、16の歌曲が今日に残されている。華麗な男性変列記で知られる。 アルマは、画家エミールヤーコップシンドラー、1842年から1892年の娘として、ウィーンに生まれる。アルマが13歳の時に、父が亡くなり、母は、父の弟子の、1861年から1945年と再婚する。彼女はジップを愛した反面、養夫は愛せなかったという。裕福な中流の家で、母親は、 芸術家サロンの主催者であった。アルマは少女時代から絵画、文学、哲学、作曲に才能を発揮し、美貌で多くの男性芸術家を虜にした。世紀の変わり目に、当時新進気鋭の作曲家、アレクサンダー・チェムリンスキーに入門し、歌曲の作曲を開始する。チェムリンスキーはアルマに恋い焦がれていたというが、実際に恋愛関係にあったか否かは定かではない。 セムリンスキーより前には、グスタフ・クリムととも深い中にあったという。1900年11月10日に、アルマは、グスタフ・マーラーと知り合う。アルマは、当初、マーラーを嫌っていたという。アルマはその時、多くの男性の信奉者らに囲まれており、引く手あまたで、あった。一方のマーラーには、女優との恋愛の噂やリハーサルでの不損な、態度という悪評が立っていた。 ところがアルマはマーラーからの求愛に応えて結婚を承諾する。その際、アルマの一族や友人らからの反対は大きかった。マーラーは田舎育ちでユダヤ人、しかも多額の借金を抱えており、年齢差も大きかった。また、マーラー自身、アルマに献身的であることを求め、婚約時から彼女自身が作曲することを禁止するなど、命令的な態度をとった。 婚約は、しばらくの間、秘密にされた。当初は、ウィーン楽団の将来を担う芸術家を支えることに、愛を見出したアルマだったが、マーラーの借金、育児、互いの交友関係が合わないことなどが彼女の、振動の要因となる。さらにアルマは、マーラーの楽譜の聖書をはじめ、夫の仕事を手伝う役を買って出るものの、彼女の献身的な態度をマーラーが常に尊重した。 わけではなかったという。夫婦の中が冷え切っていたおり、アルマは建築家のバルター・グロピウスに出会い、求愛される。彼女自身、グロピウスに惹かれていたという。晩年のマーラーがアルマとの関係修復を望んで、フロイトの診察を受けたというエピソードは有名である。さらにマーラーは、アルマの関心を取り戻そうとして、彼女がかつて、チェムリンスキーの下で作曲した歌曲を、 自らの契約先である、ウニベルザール出版社に持ち込んだ。1911年に未亡人となった後、画家のオスカーココシュカラとも関係を深めながらも、ココシュカの油彩画、風の花嫁は、アルマとの成功渉を赤裸々に描いた作品として有名である、グロピウスと再婚した。グロピウスとの間に設けた娘マノンは聡明で、美少女だったが、巨弱で妖精した。 マノンのことを、ことのほか、可愛がったのが、作曲家のアルバン・ベルクであり、ベルクは、マノンの死後に、ある天使の追想に、の堅字を付したバイオリン競争曲を作曲した。ここで、天使と呼ばれているのがマノンに他ならない。ベルクはまだ成果が裕福だった、思春期に使用人の女性に娘を見ごもらせた過去があり、その女性や娘と引き離された上、 結婚相手の女性とは幸せな家庭を作ることができなかった。アルマは晩年のベルクの不倫の声を取り持ち、後々までベルク未亡人の恨みを買っている。そのことからベルクはマノンを我が子と重ね合わせていたとされる。グロピウスとの関係が破綻した後、アルマは年少のフランツ・ベルフェルと再再婚した。ベルフェルはイタリアオペラ、とりわけベルディにしか興味がなく、 同時代の音楽を大抵は罵倒しており、音楽的にアルマと共通する点がほとんどなかった。アメリカ亡命後、特にカリフォルニア時代のアルマは、自ら音楽サロンを主催して、ストラビンスキー、シェーンベルク、コルンゴルトなど、ヨーロッパからの多くの亡命作曲家が出入りを思った。コルンゴルトが、ストラビンスキーの前で、シェーンベルクのピアノ曲をアンプで通して演奏してみせ、 驚かせたというエピソードは、アルマのサロンにおいての出来事である。ちなみに、マーラーとの間に儲けた二人の娘のうち、長女マリア・アンナは幼くして、この世を去ったが、次女のアンナ・ユスティーネは、後に彫刻家として活躍した。彼女も、母と同じく多彩な恋愛変歴で知られ、生涯に5回結婚している。二人目の夫は、アルマの指示で、 マーラーの公共曲第10番の保筆を行った作曲家エルンスト・クルシェネクである。第二次世界大戦中、母親がアメリカ亡命を選んだのに対してアンナ・ユスティーネはイギリス亡命を選んだ。アルマ・マーラーはたびたび自伝の中でゴーフ・マーラーをはじめとして同時代の様々な作曲家、演奏家に関する証言を残している。しかし、マーラーが ブルックナーの熱心な嫉妬であったなど、近親者についてさえ、思い違いや思い込みも少なくなく、関係の薄かったものについてとなると、中には、面白半分、悪意半分の、明らかに事実無根の逸話を伝えている。そのため今日、心ある音楽学者や音楽評論家は、アルマの発言を引用することに慎重になっている。しかし、私が死んで50年経てば、私の時代が来るだろう。 その時、リヒャルト・シトラウスの時代が終わるなど、現在でも、盛んに引用されるアルマ経由のマーラー語録は少なくない。また、才能ある男性にほだされやすい性格から、マーラーに接近する機会を伺っている、様々な男性音楽家が利用するために、アルマに言い寄ると、そちらに肩入れして、後々まで判断を誤ってしまうという欠点も持ち合わせていた。例えば、 ハンス・プフィッツナーをアルマは常に擁護しようとし、プフィッツナーからの攻撃によって、シェーンルクの一派に緊張が走った際にも、アルマは断固として、プフィッツナーの味方に回った。このような彼女の姿勢は、マーラーとの結婚生活が危機を迎えていた時期に、プフィッツナーが同情してくれたという思い出から出るものだった。作曲は知的な構成よりも、直感と霊感が左右するとの、 プフィッツナーの信念に共感を寄せたということは、アルマ自身の作品を考察する上では興味深い論点となる。アルマは、多感な時期に、ワーグナーの楽劇に憧れて作曲家を目指そうとした。このようにもともとは、オペラ少女であったが、気楽曲を知るようになってから尊敬したのが、ブルックナーとその公共を曲がった。厳格で辛辣な教師として知られた、ムリンスキーの教えによって、 ある程度まで是正されたようであるが、それでもなおアルマの音楽的な趣味や作曲の傾向が偏っていたのは否めない。同時代の音楽や当時の最先端の音楽に対する関心はあった。ものの、ブラームスに対する無理解やハイドン以前の音楽に対する関心の低さは生涯変わらなかった。チェムリンスキーに指示するようになってからベルフェルと再婚するまでの間にアルマが 断続的に作曲したのは、現在判明している限りでは歌曲しかない。自伝の中では、器楽曲や室内楽の作曲にも取り組んだと訴えているが、遺品の中からつい最近に再発見されたものも、含めて、現在のところ存在する作品は、歌曲のみである。歌曲以外の新発見が、今後全くありえないとは言えないものの、現在まで、仏証として判明している作品や記録が、 歌曲しかない以上、器楽曲や室内楽の作曲にも取り組んだとする彼女の主張を補強する材料は乏しい。アルマの作曲様式は、反音外技法や先方性、頻繁な予備なしの転調を駆使して、機能活性法から離れようとするもので、その意味では、シェーンベルクのグレの歌より、火星的にさらに先を行こうとする、激しい表現衝動が現れている。しかしアルマが、 実験的かつ意欲的に創作したのはゼムリンスキーに指示した時期の作品だけであり、マーラー没後も、なお調整音楽から離れることができなかった。全生涯を通じて、アルマの作曲した歌曲はいずれも、シェーンベルクの初期より先を出なかったと言わざるを得ない。旋律法において、アルマは、朗々と歌い上げるような流麗な旋律を書くよりも、この抑揚に従うことを好んでいる。 一方、アルマは同時代の音楽にも一定の理解と関心を保ち、新音楽の価値については軽眼ぶりを発揮した。オット・マーラーが冷淡だったフランス音楽、とりわけドビュッシー・トラベルの還元楽曲やトラビンスキーの三大バレエ以降の作品、シェーンベルクの初期作品のいくつかに、アルマは賞賛を惜しまなかった。また、絶対音感と卓越したソルフェージュ能力に、 恵まれており、シェーンベルクが自作の無調の歌曲、心の茂み作品20を携えて、アルマを訪問した際に、アルマはその自筆譜を主称し、作曲者を強担させたと言われる。以上は1910年に出版。以上は1915年に出版。以上は1924年に出版。マーラー愛と苦悩の回想と、グスタフ・マーラー回想と手紙の原書は同じもの。 グスター・ベー・マーラー、エリン・ネルンゲン・ウンとブリーファである。なお、我が愛の遍歴の現代は、マイン・レイベン。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。